こんにちは、かなめしゅーるです。本日は少し前にモールトから出してたシーリングスタンプのハンドルをデコしていきたいと思っています。型から出しただけの状態でスタンプにしていたので、それをちょっともうちょっと可愛く自分らしく仕上げていきたいなと思っています。カヌレ型のですね、ちょっとお試しに作ってみたのが可愛かったので、それをもうちょっとケーキっぽく仕上げていきたいなと思って、シュガーグレイズ、グレイズっていうお砂糖かけっぽい雰囲気のこうトロトロしたお砂糖をかけていっています。いっぺんにねかけるんじゃなくって、ちょっと一面ずつを垂らして硬化して、またちょっと同じとこに垂らしてっていう感じで、徐々にやるといい感じに美味しそうにかけることができます。特にレジンはね流れてしまうの でちょっとコート剤を塗ってトッピングもね、なんかお砂糖だけだとつまんないので、可愛く彩りがいい感じになるかなと思って、赤っぽいちょっとベリーっぽい粒を乗せてみました。じゃあアラザンに見立てたプリオンを乗せています。吹いてもう一回コート、一回でコートしてるんですけど、もう一回このグレイズ感をモリッとした雰囲気に立体感を出したいので、もう一回コートをつけてこの玉を固定するっていうのもあるけどコートしています。ここでちょっとうるうる感が出て、よりこうなんかソース感、シュガー感、トロトロ感が出ていい感じになります。今回ねちょっとスポンジのとこ試しだったので、あんまりくまさんはほっぺとお耳とちょっとお手手の先とか足の裏をピンクに染めていきたいなと思って、ほんのり超生地っていうかこう表面がガサガサした感じで、ぽわってこう色がぼかして流れていく、溝に流れていくので、そこをちょっと見ながら一気にいっぺんにこう色付けするんじゃなくて、徐々に一回硬化してちょっとまた色付けてっていう作業をしています。ちょっとふんわり一気に色がついてしまうと大変なので、徐々にね色を濃くしていく感じですね。硬化して重ねてっていう感じで、この子はねほっぺたがないので、こうお手手、目目塞いでるお手手の先をもうちょっとピンクな感じで仕上げています。そして鼻先ちょっとね立体的でピョンってお鼻が出てるので、その部分はゴールドをちょっと乗せてみました。あんまりねくっきりはっきりした色に仕上げたくないなと思ったので、ちょっとこのなんかこうパーツをつけるんじゃなくて色をつけて、目もねだいたいいつもこう埋め込んだり半球のゴールドみたいなのつけたりとかするんですけど、今回は目はゴールドの同じ鼻先と同じ色でちょぼかす雰囲気で、お目目パチッてしてる感じじゃなくて、本当に塗り絵っぽいふわっとした雰囲気に、ふわふわの雰囲気に仕上げたかったので、ちょっとこうぼかす感じで色をのせていきました。そしてちょっとね足の裏の肉球っていうのかな、裏側もはっきり肉球って感じじゃなくてふわっと塗り絵みたいに仕上げていきたいなと思っています。目のね雰囲気を見ながらちょっぴり濃くしたいとこと、ぼんやりさせたいとことを見ながら色をのせています。これでなんかこう雰囲気が出ますよね。足の裏のこの肉球のちっちゃい丸いところが普通のレジンだと流れていくので、この溝に沿ってねガタガタしてるので、なのでちょっととろみのあるジェルネイルでのせました。あんまりね
普段ジェルネイルで色をつけたりとか本当にしないんですよね。着色剤、レジンの着色剤で色をつけることはするけど、ジェルネイルはちょ劣化しやすいかなと思って、長期間色味とかが変わりやすいかなと思うので、基本的にはレジン液に着色剤という感じでやりたかったけど、この丸いとこだけつけてみました。ちょっととろみがあるレジン液だと大丈夫かもしれないけど、添えて足の裏のネク球ももうちょっと見ながらやってます。今日はですね、単純作業が多いので、2倍速で作業を撮ってお届けしています。撮った作業を2倍速でお届けしています。2つクマさんを超大体同じような作業をしていって、それでこのほっぺとかお耳のところは普通のレジン液を塗ってるので結構ツヤツヤピカピカするんですよね。でもこのクマさん自体がマットな仕上がりで、モールドから出てくるので、全体的に全部をちょお砂糖菓子みたいな雰囲気のクマさんなので、今回はもう決め手はマット仕上げで可愛く仕上げたいなと思っています。でやっぱり同じモールドで同じ形がねバンバンできるものなので、ちょっとこう自分っぽく自分のクマさんだってわかる感じで王冠とおリボンを作ったので、でお揃いの2人ともお揃いの色にしてみました。ほっぺとかがねピンクなので、ピンクのおリボンと大好きなピンクの王冠をつけてみています。2人ともねお揃いのピンクにしました。仮硬化して、あとライトの中に入れて硬化させる感じで仕上げています。ね、ちょっと色がね薄いので、まあまあ色はそこまで濃くないピンクを、そしてこの王冠とおリボンもこうなんかねマットな感じにしたかったので、仕上がりもここにつけてるのも砂糖菓子のがついてるぞっていう感じに仕上げています。このねピカピカ感がなくなる感じでマットな感じが、それが可愛いんですよ。今回はそれがこの子にはぴったり。失礼しました。今日はこの前の肩出しをしたクマさんに可愛くデコしてみました。ちょっと自分のクマさんよっていう雰囲気を醸し出したかったので、ほんのりこう、なんかね、シュガーな雰囲気なんですよね。この子はミルクで、この子はミルクティーなんですけど、二人、お口を押さえたこと、こうお目押さえてること、二人ですね。で、このね、マットな感じのこのふわふわお砂糖菓子の雰囲気が可愛かったので、それをちょっと活かして、こうマットな感じの仕上がりにしています。おリボンのとこもね、マットで。で、背中に白の羽が生えています。天使のクマちゃん。って感じ。で、王冠もちょっとね、こう砂糖菓子の雰囲気で、超雰囲気が琥珀糖の雰囲気で、仕上げています。この子も、この子はお目目がある子なんですけど、お目目ちょっとゴールドの雰囲気で、ちょっとでもね、絵に描いた雰囲気にしたかったので、ほっぺのところ、この子も、この子はね、お顔を塞いでるので、ほっぺがピンクにできなかったけど、ほっぺと、おててのとこもほんのりピンクにしています。お耳の中。お耳の中と。足の裏もちょっと肉球が、ふんわりね、がっつりっていうよりちょっと、プリントした感じじゃなく、ふわふわに描いた感じで、で、この子も背中に、ちょっとね、雰囲気が違う羽にしてみた二人。ね、ちょっとカヌレのケーキに、トロトロのシュガーのクリームなんていうの、シュガーなんちゃらをかけてみた。で、ちょっとつぶつぶの、赤い粒々をかけて華やかな感じに、ゴールドとね、オリオンがかかってる感じに仕上げています。アラザン？お菓子だとか。トロトロ感な感じ。なんかね、
こは結構冷たい感じのカチカチなゼリー状な雰囲気だったので、ちょっとかけてとちょっとこう温かみを出してみました。はい、今日はクマさん、一応なんかね自分が作ったっていう雰囲気になんかね、モールドでね型を出してしまえばほら誰でも同じ感じができるので、ちょっと自分のクマさんだよっていう感じを出してみたかったので2つ作ってみました。で、クマさん、この子はねちょっと普通のこういう感じ、なんかクマさんの、ね、この子はお菓子のケーキのついています。これにね合わせてこれ作りたかったんですよね。でクマさんもクマさんのヘッドに合わせてクマさんを作ってみました。可愛くできた。はい、今日はちょっと3つだけ仕上げてみました。クモの子はね、クモのこれをつけたかったのでクモを作りましたあのヘッドに合わせてこっちを作っていくっていう感じに仕上げて、今雨降りっていうかこうなんか星空の月をな雨降り様、ちょ、なんかね中覗くと月様が見えるよっていう雰囲気にできています。はい、では今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。